ほとんどの人が知らない映画アイアンマン。この映画に登場した人工知能のジャービスはポール・ペタニーが声を演じています。その後彼はアベンジャーズ・エイジョ・ボルトロンからはビジョンを実際に演じることになりました。でも彼がアイアンマン役のロバート・ダニージュニアと共演したのはビジョンとして登場するこの映画が初めてだったようです。それというのも人工知能のジャービスの声を演じていた時は全てアフレコだったため劇中では会話しているように聞こえますが実際には二人が撮影で一緒になることはなかったようです。